続いての話題です。ウクレレ職人から楽器の構造や制作工程などを学ぶ催しが4月15日土曜日、つくば市下平塚の二礼工房で開かれました。ハワイからの音色と題したこの催しには、つくば市内外からおよそ20人のウクレレ愛好家が参加しました。講師を務めたのは埼玉県飯能市にアトリエを持ち、オーダーメイドでウクレレを作っている森隆之さんです。森さんはハワイとウクレレの音色に取りつかれて、16年前にサラリーマンから職人へと転身しました。手先の器用さを生かして丁寧に作り込まれたウクレレは、世界規模のコンテストで数々の賞を受賞しています。講演ではオアフ島でウクレレ作りを学んだ時の話や、お客さんの注文を受けてデザインした装飾の下絵などを紹介しました。でこれ実はね、このぐるぐるぐる巻いてって、でこのサウンドホールのこれ実は中、これぐるぐるね、後ろまで巻いてるの、インレイが。これ大変でした。この後一緒にウクレレを制作している息子の和久さんや、小学生のウクレレ奏者小島大和さんをゲストに招いて、自ら作ったウクレレの音色を披露。小島さんは琴の名曲桜や、カナダのウクレレ奏者ジェイムス・ヒルの曲3曲を演奏し、訪れた人たちを魅了していました。森さんの指揮に合わせながら、各自持ち寄ったウクレレでカイマナヒラを演奏。飛び入り参加のフラダンサーが会場に花を添えていました。詳しい話とか、やっぱり木で音が変わるとかっていう話も聞けて、すごい興味深かったというか、木からウクレレを選ぶっていう視点が生まれたっていう感じです。はい。